という、そんな愛すべき奥さんのためになりました。こんなお仕上げで。いろんな扉を見るたび開けて回ってた。大人になって臆病になって世界の窓は開いているのに、新しい扉にいつも知らずりを決めてた。人に見せる体じゃない、鏡は極力見ないでいる。俺も昔はすり違って、ひたすらの目がこっちを見てる。おっさんが踊って何が悪い、汗だくなって何が悪い。最近になってこっちが痛い、ちょっと許したくない。Yeah.